こんにちは、ミロクです。今回はですね、実家の母からまた仕送りが届きましたのでご紹介しようかなと思います。はい、今回の仕送りこんな感じでございます。まずですね、この辺のラインナップは、母の手作りの漬物でございます。ちょっとね、今回も味見したいなと思います。これきゅうりのぬか漬けですね。いただきます。うん、めっちゃ好き、これね。ありがとうございます。これね、ほんま、まーちゃんも好きなんで、ありがとうございます。で、これが白菜の漬物ですね。はい、白菜。嬉しいな、白菜。最近高いからね。はい、ずっと高い。高値が続いてますね、野菜ね。はい、じゃあ白菜いただきます。うまい。あー、甘いですね。甘いわ、これすごい。お母さん、この白菜甘い、美味しいです。はい。で、こちらはですね、梅酢のたくあん、梅酢たくあんとなっています。前回普通のたくあんも送ってくれたんですけど、今回のは梅酢たくあんだということで。よし、取られへん。あ、ちょっとつながってるな。ちょ、つながってるんで、これ2枚一気にいただきます。おお、すごい。はい、ちょっと噛み応えがありすぎたので、1枚ちょっと後でいただきます。おいしい、ありがとう。これね、またこんな感じでね、送ってくれました。だから夫婦2人で2本はほんまちょっと多すぎなんですけど、まあいただきます、ありがとうございます。で、これとこれもね、まだまだあるんですよ。まだちょっと冷蔵庫に入れてあります。で、これはですね、うちの父からということで、ノンアルコールの、ビール、なんかいつも飲んでるやつがあるんですけど、ベリタスブロイっていうやつ、それとはまた別のやつですね。で、これもちょっと試してみたからお裾分けするわということでいただきました。まあ、ベリタスブロイの方が美味しいって言うてはりますけどね。まあ後で、夜飲もうかなと思います。で、これね、これはココちゃんのお楽しみ。これ人間用のおやつなんだそうですが、添加物が一切入っていないので、原材料も安全だということで、そういうのはジョーにもあげるよということでね、ココちゃんにおやついただいています。ということで、ココちゃんは今からおやつを食べます。まずね、このボーロ食べようか、ココちゃんね。よいしょ。ちょっと待ってよ。よいしょ。ほら。はい。よし。おいしい。かわいいね。もう一個あげようか。はい、よし。おいしかった。もう一個あげようか。ねえ。ちょっと待ってよ。よし。美味しかったね。もう一個あるから、違うやつが。今度これそばボーロ、これ人間。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。うん、ちょっと待ってくださいね。これあげよう。はい、ちょっと待って。はいはい、ちょっとお待ちください。カメラに映らないからね。これね、そばボール、私もちっちゃい時すごいハマってましたね、これね、一時。じゃあこれちょっと割ってあげようか。よいしょ。よし。よだれがすごいな。あ、こっちの方が好きか、もしかして。こっちの方が美味しい？よし。おいしいね。よし。
どうしたどうした食べれてるかちゃんと。あ、ちょっと一口落ちてるね。え、落ちてた。はい、はい、ごちそうさまでした。ここちゃん、顎によだれがすごいね美味しかったね。はい、ごちそうさまでした。